知り合いの八百屋さんの紹介でハンバーグ屋さんとしか聞かされてなくて、社長とお話しする機会をいただいて、お世話になることになりました。例えば焼いてた焼きながらでもお客さんが食べてる表情がすごく近く見えたりとか、良くも悪くもお客様がちょっと向くって不機嫌になってる時とかも、まあ、対応しに行けるっていうか、そういうのもすぐ対応受けたりとかもできるんで、もうなんかそこもいいと思いますけどね。初めて店長になることができたんですけど、今までしたことがない経験がすごいできて、人として成長できたことが良かったことです。ハンバーグ試験などキャリアアップにつながるチャンスの多さや、その昇格っていうのが明確な部分が魅力的な部分だと思います。年もまあそんなに離れてはないので、相談ができたりする関係ができているのでいいと思います。入社した時の理由は店長になってみたいっていうのが強かったんですけど、今はもっと上に行きたいっていうか、成長し続けたいっていうのが夢になります。まあ、学校とは違うことが多々あったり、辛いこともあるかもしれないですけど、料理への思いがあれば楽しめるようになると思います。